をやってまして、これが専用のボトルになるんですけど、これ以外でも水筒とかあのこうペットボトルとか、それでいうような蓋がこうキュッてできるものであれば、もう何でもこう前のサーバーでこうバーンと入れることができまして、あの瓶のゴミが出ないような入れ方をしています。であのこちらの建物もね、あのちょっと面白いんですけど、あのゼロウェイスト運動を取り入れておりまして、まあ、廃材でできてます。使われなくなったあの家具とかを使ってるんですけど、この前の窓ですね、あれが廃校になった、もうちょっともうやめてしまった小学校のハイスクールの窓をあのリメイクしてあの作った窓ですね、はい、そしてこのシャンデリアも実際ゴミだったあのピンを全部シャンデリアに入れて、横のタンスとかも全部ね、あの実際家で使われてたタンスを